職場のイギリス人に懐かれた話。俺は片田舎にあるホテルの経理をやってる。イギリス人は29歳、嫁と子供あり、フロントマンをやってるんだが、うちのホテル経理はみんなから恐れられてて、誰もうちの部署に近づかない。が、そのイギリス人は違った。わからない日本語があると、ことあるごとに、わざわざフロントから、経理の部署にいる俺まで聞きに来る。ちなみに、イギリス人の上司は、英語堪能な日本人。俺、小学生レベルの英語も話せない日本人。なぜ俺に聞く？上司に聞け、上司に。と毎回怒るが関係なし。俺さーん。教えてー。って。しかも、何やら英語で話してくるから、俺には理解不能。だから毎回、ジャパニーズ、オンリー。と言うと、一生懸命、自分の知ってる日本語を交えて聞いてくる。そこまで苦労するなら、上司に聞けよ。ちなみに、このイギリス人の嫁さんもイギリス人。だが、日本生まれの日本育ちのため、金髪、碧眼だが、英語が話せない。よくそれで、夫婦関係を維持できるなと、ちょっと感心。しかも、娘が5歳、マジで天使。初めて会った時、お持ち帰りしたくなった。これじゃ和めないな。ってことで和む話を。今日は、午前中で仕事が終了。帰ろうとしたら、後ろからイギリス人に。俺さーん。待ってー。お願ーい。と呼び止められる。最近、お願いの使用方法を覚えたようで多用してくる。どうやら、同僚に、日本人はお願いと言えば、大概のことはしてくれると教えられたらしい。で、呼び止めたイギリス人に、何の用だと聞いたら、今日、うちに晩ご飯食べに来てください。って奥さんからのお誘いが、嫁と娘がいないことを、俺の部下から聞き、それを、イギリス人の嫁に言ったら、食事に招待しろとなったって。じゃ、飯をごちそうになるお礼にと、奴は徒歩で来てるから、車で来てる俺が、社宅まで送って行った。そしたら、イギリス人嫁に、昼飯も食べてってと捕まり、ご相伴に預かることに。昼飯はそうめんだったんだが、その量に驚いた。3人で食べるの20束。俺、頑張っても2束くらいしか食べられない。山盛りで出てくるそうめん。どうすんの？とか思ってたら、イギリス人の好物らしく、わずか5分もしないうちに、半分なくなった。やっぱり、暑い日はそうめんですよね、俺さーん。とイギリス人。昼飯も食べ終わり、お茶をもらいながら、イギリス人嫁と雑談。すると、イギリス人がそわそわしだす。イギリス人嫁が、どうしたの？と聞くと、俺さーん。僕の部屋に行きましょう。とお誘いが、言い方がキモかったので、キモい、やだ。と慎んでお断り、しょぼーんとするイギリス人。仕方ないので部屋に行ってやる。イギリス人の部屋がすごい。何がすごいって、ガンプラとフィギュアで溢れてる。俺は、ガンダムは、初代をリアルタイムで見てた世代。が、その後の Z 以降は、名前くらいは知ってるが、キャラや MS は知らない。フィギュアも、アニメはそれなりに見てたが、奴の部屋にあるフィギュアで知ってるのは、ルパン三世とエヴァとケイオンくらい。それでも、少しでも話ができるのが嬉しいのか、新しく作ったガンプラや、買ったフィギュアを必ず自慢してくる。しかも、俺が、ファーストガンダム以外は、ガンダムと認めない。とか言ったもんだから、最近奴が集めるガンプラは、初代の奴ばかり。目をキラキラ輝かせながら話すイギリス人に、ちょっと燃えたが、悔しいから、ふーんと聞き流してやった。今日は、イギリス人に、ゲルググの良さを教わりながら、適当に相槌を打ってたら2時に。いい加減、着替えに戻りたかったが、幼稚園から天使ちゃんが帰宅。会うたびに、お菓子で餌付けをしていたら、お菓子のおじちゃんで名称が固定。今日も、おやつに食べなと、ビスコをカバンから出したら大喜び。お菓子を食べるときは、
俺の膝の上に座らせてたら、そこが指定席となり、会社に遊びに来ても、俺を見つけると、必ず、膝の上に座ってくる。そして、一生懸命にお菓子を食べる。開けられないと、上目遣いで、開けてください、って、たまらん。しかし、いつもここで、イギリス人と天使ちゃんで喧嘩が勃発。俺と、もっとおた話がしたいイギリス人。俺の膝の上でお菓子を食べたい天使ちゃん。いつも、俺が、天使ちゃんの味方をして喧嘩は終了。しょぼーんとするイギリス人。かわいそうなので、また今度昼休みにでも話を聞いてやると言うと。約束。約束だよ。とはしゃぐイギリス人に、今日も和んだ。って、これじゃ俺が和んだだけだ。文章を書くのって難しい。